シアン化物、シアン化物、シアン化物とは、シアン化物イオンをアニオンとして持つ塩を指す故障。シアン化合物、生産化合物、生産塩、生化物とも呼ばれる。代表例としては、シアン化、ナトリウム、シアン化カリウムなど。講義には、肺石として、シアンを持つ、作体、例、フェリシアン化カリウム、K、FE、シアのもとが、 共有結合で結びついた無機化合物、例、シアノ水素化ホーソナトリウム、ナビーチェシアンもシアン化物に含まれる。それぞれの化合物の化学的性質は、シアン化物用や、シアの元が他の部分とどのように結びついているかにより、大きく異なる。有機化合物の内ニトリル類、例、アセトニトリル、別名、シアン化メチル CHCN は、 シアン化と呼ばれることがあるが、性質は大きく異なる。シアン化合物は、一般に人体に有毒であり、ごく少量で死に至る。このことから、しばしばシアン化合物による中毒死を目的として、毒殺や自殺に利用されてきた経緯がある。シアン化け物はある種のバクテリア、菌類、藻類によって作られ、食物や植物の中には、 シアン化物を含むものがある。例えばリンゴの種やアーモンドに微量ではあるが、含まれている。植物でシアのモトは、糖質分子に結合したシアン排糖体として存在し、例、アミグダリン、草食動物に対する防御として働いている。熱帯で食用とされる、キャッサバの根は、シアン排糖体を含んでいる。鉄ヒドロゲナーゼやニッケル、鉄、ヒドロゲナーゼは、 活性部位の金属クラスター上にシアの配位子を持つ。ニッケル、鉄ヒドロゲナーゼの生合成においては、カルバモイルリン酸からシステインのチオシアン酸エステルを介して、シアン化物イオンが作られる。シアン化水素は燃焼により生じる。内燃機関や喫煙における燃焼や、アクリル繊維などアクリルニトリルを原料とする、高分子が燃えると、シアン化水素が発生する。 シアン化、カリウム、シアン化ナトリウムは、シアン化物イオンの源として、有機合成で用いられる。シアン化物イオンは、嗅覚剤としての性質を持ち、適当な炭素吸電子剤に置換、あるいは孵化して対応するニトリルを与える。ハロゲン化アルキルトの嗅覚置換反応。ハロゲン化アリールを、方向属ニトリルとするためには、繊維金属化合物を利用する。 シアン化銅を用いる古典的な手法はローゼンムーンド、ホンブローン合成と呼ばれる。ザンドマイヤー反応もシアン化銅を嗅覚剤とすることができる。カルボン酸、ハロゲン化,けものとシアン化物が作用するとシアンカーシュルが得られる。アルデヒドやケトンにシアン化物イオンが孵化するとシアンのヒドリンを与える。さらにアンモニアを共存させておくとイミンへの孵化によりアルファー、 アミノニトリルが得られ、これはストレッカー合成におけるアミノ酸へ向けた中間体となっている。これらの詳細は項目、シアノヒドリン、ストレッカー合成を参照のこと。これらの反応は、基質から炭素が1個増える増炭反応である。導入されるシアノ元は、カルボン酸やアミン、アルデヒドなどへ容易に変換可能であることも特徴となっている。 シアン化水素やシアン化トリメチルシリルを用いることもある。シアン化カ,カリウムは、ベンゾイン縮合において、触媒として用いられる。ガッターマン反応では、シアン化塩と塩化水素により、方向感が、旧電子的に、ホルミル化される。生産中毒死は、工業用に使用されている。関係上、男性に多く、自殺の手段として使用されることも多い。水に溶けやすく、 メッキ工場の試案を含む、排水の放流によって、魚が死んで浮くこともある。人体に対しても、猛毒で現れる中毒作用として、消化管粘膜の腐食、血液に対する作用、酵素活性の阻害、呼吸中枢を犯すなどが挙げられる。症状としては、吸入、内服後、数秒から一分程度で、失神、痙攣、呼吸麻痺が生じ、死亡する。 個別の化合物については例えば次の各説明を参照のこと。塩類の摂取による中毒は、シアン化水素ガスの吸入によるものに対し進行が遅く、究明できる可能性が高い。まず医療機関に連絡する。シアンによる中毒であることを忘れずに伝える。救助者が患者の呼気を吸わないように対策を行ってから開始する。当然、 マウスとマウスの人工呼吸は厳禁。摂取量が少なく、患者に意識があるなら、吐かせて、胃洗浄を繰り返す。シアン化合物の解毒剤としては、アショウ酸化合物のうち、アショウ酸アミルが気化しやすいことを利用して吸い込ませる方法が主に取られる。救急処置として、アショウ酸アミルが選ばれるのは、医療資格を必要とする注射の必要がないからである。 酸素吸入とアショウ酸アミルの吸入、15秒化合成、15秒空気、または酸素を吸入させる措置を5回繰り返すを行う。シアン化合物を扱う事業所では、小型酸素吸入器とアショウ酸アミルの試薬を用意して、置くべきかもしれない。下毒のメカニズムとしては、アショウ酸アミルが、ヘモグロビンのヘム鉄の FE を酸化させて、FE のメトヘモグロビンとなり、さらにシアンが、 メトヘモグロビンの FE と肺移結合し、シアンメトヘモグロビン取ることによって、動物ミトコンドリアの酸化型のシトクロム酸化酵素複合体の FE へのシアンの肺移結合を不正で無毒化される。さらに、シアンメトヘモグロビンから徐々に乖離するシアンと別に、投与したチオリュー酸ナトリウムが結合して、チオシアン酸になる。他に、医療の分野では、シアン化物、 生産狩りなど中毒の解毒剤として、シアンを一旦メトヘモグロビンに結合させ、徐々に解毒するために、チオリュ酸ナトリウム水溶液の連続静脈注射とアショウ酸化合物併用する。この際、チオリュ酸ナトリウムは、シアン化物をチオシアン化け物へ変化させる。チオシアン酸も毒性を持つがシアンよりも弱い。アショウ酸塩は、 血液中のヘモグロビンと反応して、メトヘモグロビンとなる。メトヘモグロビンは、ヘム鉄やチトクロームの鉄よりも、シアンと強く結合するので、シアンの中毒症状の発現を遅らせる働きがある。鉱物として、シアン化物が存在するのは非常に珍しい。ヨアネウムイシが知られている唯一のシアン化物の化学蘇成を持つ鉱物である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。